ソロモンガール・グッゲンハイム美術館はアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区アッパーイーストサイドにある近現代美術専門の美術館ソロモンガール・グッゲンハイム財団が運営するグッゲンハイム美術館の一つ世界遺産リスト登録物件であるフランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群の構成資産となっているグッゲンハイム美術館中央部の吹き抜けアメリカの鉱山王 ソロモン・アール・グッゲンハイムはビジネスの第一線から退いた後、ドイツ貴族で画家のヒラ・ボン・リベイの協力のもと、現代アートのコレクションを始めた。それらを収蔵した、この美術館は1937年に財団として設立され、2年後の1939年、ニューヨークのマンハッタン東54丁目24番地に開館した。5番街の現在地へ移ったのは、 1949年のことである。以後、ニューヨーク近代美術館とともに現代美術の発展普及に大きな役割を果たしてきた。現在の美術館は1943年にフランク・ロイド・ライトに建築設計が委託され、ライトは翌年には建築設計案を作成したが、工事に取り掛かるまでには、右与曲折があり、創立者のグッゲンハイムは、 没年の1949年になって、ようやくライトの設計案を承認した。それから、建物の竣工までにはさらに10年間の歳月を要した。観光したのは1959年、ライトの死後半年後のことであった。片つむりのカラーと、よく形容される、螺旋状の構造を持ったこの建築物は、中央部が巨大な吹き抜けになっている。見学者は、 まずエレベーターで建物の最上部に上がり、螺旋状の通路の壁面にかけられた作品を見ながら、順路を進むうちに自然に買下へ降りるようになっている。美術館施設の概念を根本から覆した作品として、ライトの代表作に数えられている一方で、建築自体の自己主張が大きすぎ、床が傾斜しているため干渉者が落ち着かず、 美術品の干渉を妨げるという批判もある。グッゲンハイム美術館は映画、シーデビル、メインブラック、ザ・バンクを落ちた、巨像、みんな私に恋をする、ドラマ、アグリーベッティなどに登場する。ありがとうございます。